りだ。あんな警備員4人しか守ってないお宝を道の真ん中に晒しやがって。では中森警部ならもっと取りづらいビルの高いところとかに。それが愚かだったのじゃ。わしらは知らず知らずのうちにシャツに踊らされておったんじゃよ。あの白き翼を持つ怪盗と対決するには天高き舞台の方が見栄えがするとな。シャツは鳥ではない。一度地上に降りてしまえばハンググライダーで飛び立つことはできぬからの。怪盗キッドは空を飛ぶだけじゃねえ、奇跡を起こせるんだぜ。観客も揃ったようだ。怪盗キッド、ハリー。何よこれ。想定通り。四方を完全に囲まれてしまったようですが、この後どうするつもりで。そりゃまあ仕事が済んだので家に帰ろうかと。どうやって。テレポーテーションで。テレポーテーション。ではまた十数秒後に時空を超えた先でお会いしましょう。本当に消えました。エデツーワン。そんな、バカな。キッドです。怪盗キッドが我々日売りテレビのジンドルビルの屋上に突然姿を現しました。鈴木次郎吉相談役にお伝えください。あなたから送られた貴重な品は確かに預かりましたが、残念ながら片方は模造品を、片方のみでは機嫌を損ねるだけですから。ではキッドめ、今日こそは。よう見てみ、尻のプロペラを。あれはダミーじゃ。長らくお待たせいたしました。では昨夜同様、我が死体が時空を超える様をとくとご覧あれ。3, 2, 1. ゼロ。残念だが今夜のマジックショーの報酬はゼロだ。瞬間移動のトリックは極めて単純。井戸とかに使われている滑車の原理さ。まずテレビ局のスタッフに紛れ込ませたお前の仲間に。あとは素早く滑車を回収すれば、合理的なあの白い格好で登場するか。あれは大胆不敵でも何でもない、隠れやすいからだ。ああ、それと同時に暗い闇の中から突然白いものが現れるとミステリアスだろ。おい、あれ